小鳥さんの小物や飾りがたくさん。これ、しーちゃんたちが飾ってくれたの？まあね、一応誕生日パーティーなんだし、それっぽく飾った方がいいかなって。全部日の森さんの提案で、飾るものも天馬さんたちとあちこち探してくれたみたいだよ。あ、桐谷さん。しーちゃん！パーティー始めてもないんだから落ち着いてよ。それでは改めまして、しほちゃん、開会の挨拶お願いします。まず集まってくれたみんな、休みの日なのにわざわざありがとうございます。どういたしまして。それからお姉ちゃん。なに？誕生日おめでとう。ありがとう、しーちゃん。それじゃあ乾杯。乾杯。乾杯。みんな、ケーキを切ってきたよ。しずく、好きなとこ取って。あ、パッと見、これがちょっとだけ大きそうよ。じゃあそれをもらっちゃおうかな。しずく先輩、私たちおすすめのお菓子を一つずつ持ってきたんです。あ、お店のお手伝いで来れなかったあんちゃんからもお菓子を預かってきてるんです。まあ、そうなの？どんなお菓子なのか楽しみだわ。さあ、宴も盛り上がってきたところで大富豪大会をやるわよ。イエーイ。人数が多いからトランプを2セット混ぜて使うけど、柄の違いは特に気にしなくて大丈夫。それとペアがすごくできやすい状態になってると思うけど、一緒に出せるのは4枚までってことにするわよ。それ以外のルールは基本的な大富豪と全部一緒。細かいローカルルールはトランプ配りながら確認しましょう。はーい。こんなにも大人数で大富豪だなんて、どうなるのかとっても楽しみね。うん、私も楽しみ。はい、クイーンの3ペアよ。誰か出せる人いる？無理です。そんなに大きな数字の3ペアなんて。これで私は上がり。じゃあ私、いいかしら。はい、2の3ペアよ。なっ、次も私の番ね。はい、エースの3ペアよ。ちょっと、嘘でしょ。くっ、あそこで上がれていれば。で、ほら、最強カード2枚持っていきなさい。ありがとう、アイリちゃん。キングがいっぱいあるんだけど、アイリちゃん持っていく？うっ、惜しいけど、ルールなんだから、一番弱いカード2枚でお願いするわ。ハルカ様、私の持ってる一番強いカードです。お納めください。苦しゅうない、なんてね。これ楽しそう。私も富豪や大富豪になりたいな。さっき下から3番目だったし、貧民になる方が早いかもね。そんなことないもん。今回のカードは結構いい感じだし、頑張っちゃうよ。ああ、おほなみ、待って。ごめん、いちかちゃん、はちぎりで
残るは私たち3人ね。さあ、どっちが大貧民を代わってくれるのかしら。そんな、どうしたら。小羽、星野さん、先輩だからって遠慮することないからね。愛理ちゃん、小羽ちゃん、いちかちゃん、みんな頑張って。はい、お茶入れてきたよ。ありがとう、しーちゃん。ほなみちゃんがくれたこの紅茶、すごく優しい香りね。そうだね。少し前まであんなに賑やかだったのに、静かになっちゃったわ。ま、これがいつもの静けさなんだけどね。それもそうね。今日が特別なんだもの。しーちゃん、今日はお誕生日パーティーを開いてくれてありがとう。あんな風にトランプで遊んではしゃぐなんて本当に久しぶりだったわ。どういたしまして。私も結構楽しかったな。準備もパーティーも。あ、そういえばしーちゃんはどうしてパーティーをしようって思ってくれたのか、まだ答えを聞いてなかったわ。気まぐれって言ったでしょ。ただ、まあ、家族だし、ね。たまにはちょっと頑張ってみるのも悪くないかなって。しーちゃん。お姉ちゃん、これからもよろしく。私もよろしくね、しーちゃん。日の森さん、お誕生日おめでとう。休みの日に妹さんたちと一緒にパーティーをやったって聞いたよ。お姉さん思いの妹さんで羨ましいな。しずく、改めてになるけど誕生日おめでとう。お祝いでゲームセンターに行くなんて思ってなかったけど、すごく楽しかったな。僕も、しかもプリシまで一緒に撮れるなんて、一生の宝物にするね。またいつでも遊びに行こうよ。しずく先輩、お誕生日おめでとうございます。パーティーではお祝いに行ったつもりが、逆にすごく楽しませてもらっちゃってすみません。それは私の分もお祝いして楽しんでくれたってことで、しずくさん本当におめでとうございます。また今度改めてお祝いさせてくださいね。日の森さん、誕生日だったんですね。おめでとうございます。姉がいろいろお世話になってるみたいですが、これからも仲良くしてやってください。しずく、誕生日おめでとう。ショーの本番でなければ俺も駆けつけられたんだがな。妹を持つ者同士、これからもサキたちを共に見守っていこうではないか。しずく先輩とあんな風に遊ぶのって本当に久しぶりで、すっごく楽しかったです。またみんなでトランプしましょう。しずく先輩、おめでとうございます。この間の紅茶気に入ってくれてたってしほちゃんに教えてもらいました。またお裾分けしますね。私も久しぶりに遊べて楽しかったです。安心してもらえるかはわからないんですが、志保のことは任せてください。4人で一緒に頑張っていくので。任せてください。みんな、まあそういうことだから、お姉ちゃんはお姉ちゃんでアイドル頑張ってよ。私も自分の夢に向かって頑張るからさ。しずくちゃんのためにパーティーをやりたいってしほちゃんが相談してくれた時はすっごくびっくりしたな。そうだね。でも日の森さんすごく真剣だったし、私たちもしずくをお祝いしたかったからすぐに一緒にやらせてって返事をしたんだよね。ええ、しずく、あんたの妹は本当にいい子よ。
でもだからってあんまりベタベタしすぎないように。これからもモアモアジャンプとしてファンのみんなに胸いっぱいの希望を届けていきましょうね。しーちゃんたちとのパーティーもお誕生日の当日もたくさんの人にお祝いしてもらえてすごく嬉しいわ。家族に友達にファンのみんな、本当に私の周りには温かい人たちがたくさんいることを改めて感じられたわ。応援してくれているみんなのためにも、私はモアモアジャンプの日の森しずくとして希望を届けていくわ。どうかこれからも見守っていてね。